私も勝負に備えてアスナさんのお弁当で力をつけておかなくちゃ。珍しく大食いの誰かさんの手が止まっているから、たくさん食べるなら今がチャンスよ。おっと、そうはいかないぞ。その肉団子は俺がマークしていたんだ。あ、ちょっと、私も食べたいんだから少しは遠慮しなさいよね。お弁当が足りなくても大丈夫。野営で鍛えた自給自足スキルで食材を現地調達するから。そんなスキルいつ実装されたんだよ。やっぱりこうしてみんなとピクニックするのって楽しいね。広々とした草原でご飯食べてゴローンって寝っ転がって言うことないよ。これなら毎日やってもいいよな。そういや、言っておくことがあるんだけどよ。ん、どうした？ザ・シードの件、来週あたりにネットで拡散してみようと思ってんだ。ってことは安全の確認が取れたってことか。コネクション使いまくっていろいろ調べてみたけど問題はなさそうだ。あれが広まりゃすげえことになるぜ。 VR ゲームが次々と世に出てくる可能性があるよな。ただでさえ VR ゲームといえば批判続きな上に開発が困難で先がなかった分野だからな。これで状況はガラッと変わると思うぜ。ほらそこ、いつまで二人で喋ってんだ。だいたいみんな食い終わったからそろそろ索敵大会を始めようぜ。の、いよいよやるか。ここから少し歩いたところに洞窟があります。そこが索敵大会の会場です。ユイは俺と一緒に行動だよな。よし、優勝を狙いに行こう。はい、任せてください。ストレアの行動パターンはすでに解析済みです。それじゃみんな移動するから準備をしてくれ。みんな楽しそう。それにしても今日の気象設定は最高だね。おかげでこうしてピクニックもできたしな。いろいろあってずっと延期しちゃってたもんね。よかった、こうしてみんなが一緒にいることができて。みんながそう望んだからだよ。俺もアスナもプレミアも。うん、さてと、それじゃあ行こうか。あプレミア、いつまで寝ているんだ。早く起きないと置いていかれるぞ。起きました。弁当を食べたら眠くなったか。いいえ、寝っ転がってピクニックの醍醐味を味わっていました。青い空、広がる景色、綺麗で最高です。よかった、気に入ってくれたみたいで。どうしましたか。いや、プレミアとこうして一緒にいられてよかったと思ったんだ。でも時々考えることがある。プレミアやティア、この世界の人たちにとって俺たちという存在はどういうものなんだろう。俺たちがいることでこの世界に一体どんな影響を出してしまったんだろうって。難しい質問です。うまく答えが出せませんけれど、もしここにいなければ私たちが出会うことはなかったわけですから。つまりあなたに出会えてよかった。そうだな、ここに来たから俺はプレミアに出会えた。そのことは間違いなく良かったと言える。あの、ん？なんだ？本妻はアスナ、妹はリーファ、娘はユイと把握しています。え？本妻？でしたら私は愛人にしてもらってもいいですか？誰からそんな知識を仕入れたんだ？それは秘密です。あまり変な影響は受けないようにな。まったく。行きましょう。ああ、行こう。人と AI、 現実と仮想、似て異なるものが混在し合う仮想現実の世界。そこで俺は仲間と出会い、日々を積み重ね、共に生きてきた。もしかしたらそれが
かやばが去り際に残したこの世界の意味という言葉に結びつくのかもしれない。仮想現実という俺たちにとってもう一つの現実、広がり続ける仮想現実の可能性を俺は仲間たちと共にこれからも見届けていく。